今、歴史上で最も世界に繋がっている時代に入っていると思うんだよね。僕たちの意見を世界に伝えるために、そして世界の意見を受け取るために、僕たちは、この今、英語っていう言葉を使いこなせるようになる必要があると思うんだよね。このアクセントという壁についてどう向き合っていくのか、実は3つの方法があると思うんだけど、それについてちょっとスタジオで説明できればなって思っております。 あなたたたがビジネスで成功したいんだったらアメリカンネイティブアクセントはいらないわけなんですよ。ね、秋葉原とか上野に行って外国人の観光のお客さん、ね、友達とかに「ヘイ y ハワー!」とか言って友達になりたいんだったらアメリカンネイティブアクセントはいらないんだよね。 You 英語でこのように話したくなりたいんだったらこのアクセントとどう向き合うのかっていうのを考える必要があると思うの、ね、でこのビデオを見るとうわっわかったみたいな,な,かなかこの心のブレーキが外れるみたいな英語のブレーキが外れるみたいな感じになるわけよまずこの最初にこの知識みたいなのが必要になるんでちょっとつまんないんだけどこの部分を一緒に説明できればなって思っておりますねそれはこの でパレートの法則っていうのがあるのね。これよく聞いたことがあると思うんだよ。20、80のルールとか聞いたことあると思うんだよね。で、英語をね、普通に英語会話したいんだったら、最低80%の単語を知ってないといけないわけよ。だから、英語の単語っていうのがめちゃくちゃあって、この80%を知ることで、英語が話せるようになるんだよ。うわ、80%がこんなに知らねえよって思う人もいると思うんだけど、なんとここがパレートの法則のすごいことなのね。実は 約2000語の単語が英語のコミュニケーションにおける全体の約80%を含めるわけなんですよ。Right? どういうことなのかっていうと、なんと、グッドニュースがこれなんですよ。中学校、高校を卒業している人は、ね、この6年間で少なくとも3105の単語を知ってるわけよ。もしあなたが高校を卒業しているんだったら、この ね、英語をのコミュニケーションで必要になる80%の単語はもう知ってるわけよ。What?、ね、だから英語でコミュニケーションを取りたいんだったら、この80%の英語の単語を知っているわけなんですよ。What? そうなんですよ。So, how come you're not speaking English?Let's think about this. で、みんなこのね、 Four parts of parts English。英語運営能力って聞いたことあると思うんだよねみんな。ね、この reading,writing,listening and speaking。ね、この英語っていうのはこの4つの部分があるわけな ね、でこのもうあなたはリーディングとライティングはもうできるわけなんですよ普通に英語でコミュニケーションをとっていきたいんだったら Alright?So what's the neck?、ね、ネックになっているのがこの Listening and Speaking なんだよねでこの部分の学習が必要になるっていうのが論理的に、It、Makes sense right?But listen to this、okay? 英語のアクセントが得意な人はもっと楽に英語を学べるんですよこれは脳科学的なことなんだけど例えばさ英語で話している時になんかアクセントあ今発音合ってたかな間違ってるかなって思うと何が 起こるね、間違ってるかもって思われるとちょっと怖くなるよね不安を感じるよねで言わない方がいいよね間違ってたら恥ずかしいもんね,ねよく考えると実は心理的に間違えるっていうのは失敗する失敗するっていうのは、ね、ステータスが低くなってしまうで返答,体、ね、返答体が低いにしてこの戦うか逃げるか固まる反応っていうのがあるわけよで戦う逃げるんじゃなくて固まっちゃうのよ ね、だから英語のスピーキングを学ばないといけないんだけど学ぶためには話さないといけないんだけど間違っちゃうって思って話さなくなっちゃうから学習ができなくなっちゃうんだよね。本当にこれは体のリアクションだから自分でコントロールできないことなんだよね。でこれよく調べるとね、You guys know man,、uh, Andrew Huberman?Huberman 博士っていう、ね、方があの彼は脳科学者でねあの、スタンファード大学の医学部で教えてる先生がいるんだけど、ね、彼は脳科学と学習についてこう言ってるのよ。ね、ストレスを感じている時 では、ね、訓練済みの行動は実行できるのね。そのなんか兵隊さんみたいな感じでさ、ねね、訓練していたらストレスを感じていても動けるわけよ。Right? That makes sense to you. Right? で、新しい行動、新しいアクション、まだ学んでいない新しいことをやっていくには、これはスピーキングも含めてね、ねにはストレスを感じているときにはすっごい難しくて失敗しちゃうわけよ。ででもリラックスした状態では 比較的にうまくいくのね。So, I want you to get this in your head. なんか新しいスキルを学ぶっていうのは、リラックスしているときに学んで、するとストレスを感じているときでもそのスキルを使えるようになるのね。当たり前だよね。脳科学101みたいな感じだよね。Okay, so we're gonna take this into English. ね。これからものすごいなんかアリスのワンダーランドの世界みたいに入っていくのよ。Alright? 緊張しているとき、または不安、恐怖を感じているときに、スピーキングとリスニングを学ぶのは難しいんだよね。 ね、あれ、これ間違ってるかなって、恥ずかしいなと思ってる時に学習する、この正しいアクセントを学ぶっていうのは難しいわけなんですよ。Right?So, I want you to get this. じゃあ、アクセントをどうやって身につけていくのかっていうのがポイントなのね。で、3つの方法が僕はあるって知ってるのよ。ね、本当にこの3つのアプローチっていうのがあるのね。1つのアプローチ、ね。The first approach is native クセントでいくっていう方法を選ぶのね。ねだから、ね、お兄さん。 お姉さん、ね、お母さん、お父さん、ね、英語を話すとき、あなたはどういうふうにアクセントを向き合っていく一つの方法はネイティブアクセントでいくっていう方法なんだよね。で、どういうネイティブ俺、ネイティブできないんだよって言って、じゃ実はあなたはネイティブ十分できるんだよ。これは僕はサムライアクセントって呼んでるのね。ね日本人としてのネイティブアクセントでいくっていう向き合い方があるわけよ。ね でなぜこれが有効なのかっていうとベネフェットは脳科学的に25歳を超えるとこの学習能力っていうのが低くなるんだよね。ね特にこのてうの,そのなんない日本語にない R っていう入る言葉、ね、この発音を学ぶっていうのがすっごい難しくなっていくわけよ。ね、日本語にこの、R、っていう R, R っていうのがないわけよね。で、これ7歳8歳の時に R っていうの学んだら全然そのアメリカンネイティブみたいな感じで話せるんだけどね。これを25歳を超えて R を正しく発音で言おうと,なるとすっごい時間がかかって難しいわけなのよ、so、I know what you're thinking、ね、英会話の先生が正しいアクセントじゃないといけないよって言ってたりね。英語の先生が正しいアクセントで話さないと恥ずかしいんだよって言ってるかもしれないんだけど本当なのそれ ね、事実って本当なのかっていうのをちょっと調べると、このビデオを見てもらいたいのね。これは第8代目の国連事務総長の、ね、バン・キム,ムーさん、ね、この,あの、ね、コリア人の方なんですけれども、ね、ちょっとこのビデオを見ていただきたいんです。 We cannot achieve our ambitions. That is why this July's third international conference on financing for development in Addis Ababa is so crucial. Alright, l so,、ね、これはコリア人としての、ね、韓国人としてのネイティブアクセントで言ってるわけよね。で、国連のトップに行けるわけなんですよ。だから、ビジネス、ね、Why do you want to learn English?、ね、なぜあなたは英語を話したいの あなたがビジネスで成功したいんだったら、アメリカンネイティブアクセントはいらないわけなんですよ。あなたが国連のトップに行きたいんだったら、ね、このアメリカンネイティブアクセントは必要じゃないんですよ。わかるあなたがね、秋葉原とか上野に行って外国人の観光のお客さん、ね、友達とかに、へ、hey, い、ハローとか言って友達になりたいんだったら、アメリカンネイティブアクセントはいらないんだよね。 Alright, so I want you to get that in your head. Please learn this. Please recognize this. これが事実なんですよ。あなたはこれは問題があるって思うんだけど、事実、実際には本当には問題がないんだよね。So, and there's one more thing you need to know.、ね、これも考えた方がいいのね。それは、英語の正しいアクセントにはねは、国とか場所によって変わってくるんですよ。ね、例えば、I wanna go to the toilet っていうのを 英語で言ってみましょう。ね。I w a n to go to the toilet, right? トイレに行きたいんです。ね。これをサムライアクセントで言ってみましょう。I want to go to the toilet, right?Do you understand it?Yes, of course. わかるわかるよね。ね。じゃあ、これをね、例えばテキサスアクセントで言ってみようよ。I w a n t to go to the toilet。ね。じゃあ、オーストラリアンアクセントだったら。 I'm gonna go to the toilet, mate。これがイギリスアクセントだったらね、I want to go to the toilet ね。ねこれがスコテッシュアクセントだったら、i want to go to the toilet。なんかわかんないけどね、ネイティブアクセントっていうのはその国その地域によって変わってくるわけなんですよ。ねだからアメリカっていう国だったらねテキサスのアクセントとニューヨークのアクセントは違うわけなんですよね。ブラジル人がネイティブあのアメリカ 英語を話す。メキシコ人の方が英語を話すってなると、またアクセントが変わってくるわけなんですよ。中国の方が英語を話すと、中国系のネイティブアクセントというのがつくのね。で、なぜ日本のネイティブアクセントがついたらダメなのなんでそれダメなのその理由、本当にダメって言うんだったら、その理由を下にコメントで教えてください。僕その理由を知りたいんだよね。論理的になぜジャパニーズネイティブアクセントはダメなの ね、でよく考えて300年前の英語と今の英語って全然アクセント違うんだよ。だから今の完璧な英語のネイティブっていう話し方は300年前に変わると「あんた何話してるの?」みたいな感じになるんだよ。 ね、だからこれは本当に何か思ってることだけでねプライドとか、ね、自信がないとかそういう話になるからそれはもう捨てていいんだよっていうのが一つの何かアプローチなんだよね,ねアクセントっていうところに向き合う時に一つのアプローチとしてはネイティブアクセントでいくっていうやり方も全然 OK なんですよでこれができるとめっちゃ早く英語がコミュニケーションできるようになるのねなぜかっていうとこの英語の壁っていうのがなくなるわけよアクセントの壁っていうのがなくなってもっとスピーキングができるようになってでスピーキングができるようになって スピーキングをしているから、リスニングの学習ができるようになって、リスニングの、ね、スキルとスピーキングも両方上手くなるよっていうことなんですよ。Alright, で second approach, もう一つのアプローチっていうのがあるのねで。これは自分なりの おそらく正しいアクセントでいくっていうのがあるんだよね。で、これはよく、あのね、例えばこれ、ちょっと危険性があるのね。で、どういうことなのかっていうと、例えば、your jaw、ね、顎っていうのがあるじゃん。ね、顎っていうのを、なんか、jar? とかいう、う、なんか、変に r が入ってるのよ。ね。で、これなんか、滑ってる感覚なんだよね。ね、jar。jar?jar? みたいな、なんか、ど、 R がめちゃくちゃ入ってるみたいな感じで、それもなんか正しい R じゃないみたいな感じで、これ海外に住んでいる、ね、あの特にアメリカのに住んでいる方によくあるパターンなんですよ。で、これは一応コミュニケーションはできるんだけど、ちょっと聞いてる、個人的にはちょっとこれをやめた方がいいなっていう方が。 あるのね。もう本当になんか侍アクセントの方がなんか変な R の滑りが入っている英語よりは綺麗なんじゃないかなって思う部分もあるんだけど、まあその自分なりに正しいやり方でいいんじゃないみたいな感じでやるっていうのも全然問題ない。ね。その方法もあるよっていうことなんですよ。で、ちょっともう一つね、このアプローチさんっていうのがあってそれをシェアしたいのよ。で、これがおそらくみんなの心に響くと思うんだよね。で、それはね、時間をかけて本当に この正しいアメリカンアクセント、ネイティブアクセントみたいでいくっていうアプローチがあるのね。ね。で、これをやるには2つのステップがあって、1つはこの R っていうのを覚えないといけないわけよ。ね。この、おそらく R が一番大きいと思うのね。で、僕がこれ、あの、東京工業大学で教えたときに、この R を、なんか普通の日本の方が R が、なんかいきなり、あの、ね、you can start saying R right away。ね、いきなり R がい、 言えるるるよううになっていトリックがあのねそれをちょっと紹介したいんだけどそれはこの「ウォー」っていうのを R にするのねごめんねちょっとこれまた別のビデオにした方がいいと思うんだけどちょっとこれ一緒にやってみようぜ「ウ」「に点々つけて「ウ」「ウ」「うーって言えるちょっと3回一緒にやってみて「ウ」「ウ」「ウ」「ーってこれを何回も何回も繰り返して長くすると「ウ」「ー R, 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 R ってね、こうやって口の筋肉と舌の筋肉に新しい使い方を教えていくのね。正しい R の発音の。ね。R, R, 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 R って言えるようになるんですよ。 で、これを何回も何回も練習すると、この筋肉がね、マッスルメモリー、it's it muscle memory, right? So, 筋肉が覚えてくれるのね、R を。で、もう一つのテクニック、二つ目のステップっていうのがあって、ね、それはこの文章、センテンスを部分的に分けて練習するのね。だから例えば、ね、この言葉、ね、言える人いる ?Prosperity って言うんだけど、ね、これを分けるわけよ。ね、例えば最初はこれをプロス ペア・イ・ティ・ディワケルネオ。あらそう。これをゆっくり正しいネイティブアクセントで練習するのね。ね。プラス、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 ペア、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 イ・エ・イ・イ・ティ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 。一緒にやってみようぜ。ね。プラス、ペア、イ・ティ。プラス、ペア、イ・ティ。プラス、ペア、イ・ティ。 ペイティダブルスピードで。プロスペリティー。プロスペリティー。スペリティー。スペリティー。スペリティできたねで。こういう風にやっていくと、一回目。 なんだけど、なんか80%とか90%にいけるわけよね。で、これをなんか通勤中とかジョギングしてるときとかジムとかね、自分の部屋でね、歩いてるときとかクリーニングしてるときに、これを何回も何回も歌うような感じで練習するのよ。Prosperity.Prosperity.Prosperity って。 ね、で実はこれはあの僕が日本に戻ってきた時に日本語のアクセントがもう完全に忘れてたのねアクセントができなかったわけよ日本の発音が。で外国人が日本語を学ぶ時も同じテクニックをして日本語アクセントを学べるのね例えば「あいうえおいうえお」っていうのを「あいうえおいうえお」。 あみたいな感じで、僕もこれも3ヶ月ぐらい毎日大学に行ってるとき、通勤してるときに、か、き、く、け、こみたいなのこれ3ヶ月毎日やってたのね、通勤中。 ね、そしたら東京都特許許可局みたいなのが言えるようになったわけ今ちょっと噛んじゃったんだけど、right? so, 同じようなコンセプトで自分の体にメモリーにマッスルメモリーに新しい言葉の使い方っていうのを教えるのねでこのアプローチさんにはなんかメリットもあるんだけどデメリットもあるわけよ、ね、でこれは、ね、トレーニングするのに何年もかかるのねなぜかっていうと結構このアメリカにその R が入っている文がいっぱいあるわけよね ね、でこれ本当に、もう本当に何年間もコミットして、ね、最初からマスターできないわけよなんかもう永遠に終わらないマラソンみたいな感じなんだよね,ねだから本当にこの、ね、正しいアクセント正しいアクセントっていうのかなこのアメリカンネイティブアクセントみたいなのを身につけるには何年間の時間がかかるっていうのが事実なんですよでこれを週1時間、ね、週2時間英会話スクールに行って学ぶっていうのは現実的ではないんですよね。 ね、本当に難しいことなんですよ。ね、だから一番いいのは毎週海外に住んでいる人とかで本当になんかアメリカ人とか、ね、海外の友達がいてで週何時間もお話しできるみたいなそういう環境にも自分がいるんだったらこのアプローチさんを入れた方がいいと思うのね。All right. じゃあなんで英会話スクールはアクセントにフォーカスしていると思う 僕も英語の大手スクールでね、英語を教えてた時もあるんだけど、やっぱりそこはそのアクセントを入れてるわけよね、気にしてるわけよ。で、これ、よくビジネスをして考えていくと、やっぱりその1時間、5000円から1万5000円みたいな感じでお金を払ってるわけでしょ。で、やっぱりお客さんに、いやあ、あなたの、これ、ちょっとね、なんかあのグレーなトピックになるので外していくんだけど、みんなに、その事実っていうのを、事実をベースにして考えていただきたいのね。 ね、だからあなたが United Nations に入りたい、ビジネスしたい、ね、なんか外国人の友達欲しいんだったらアクセントはそこまで大切なことではないんですよコミュニケーション相手があなたが言っていることが分かるかっていうのが大切なんだよねであなたがアクセントに苦労しないといけないあなたがいやこのアクセントこの R プロスペラティだっけなんか正しく言えないからちょっと緊張しちゃうから黙っとこうって、right? I don't want you to do that you don't need to do that let go of that ね、でこの英語の心のブレーキを外すっていうのは、ね、カチンって壁がなくなるっていう感覚ではなくてなん,かなんかアイスが溶けるみたいな氷が溶けるみたいな感じで徐々徐徐徐々徐々徐々,徐々,徐々,徐々壁がなんか低くなっていくっていう感覚なんだよね。Right、じゃあちょっと復習としてなんかクリスポイント僕が本当に思うポイント、ね、僕のポイントなんだけど、ね、僕は本当にベーシックなコミュニケーションはサマライアクセントで十分だと思います。本当に ね、で、サムライアクセントでスタートしてレベルアップしていく、ね、このアプローチさんでレベルアップしていくっていうのがベストだと思うんだよね。でもう一つね、今アメリカに住んでいる方とか、ね、イギリスに住んでいる方でちょっと私のアクセントが自分なりのなんかね、your jaw is like jar って変に R が入ってるっていう人にはもしかしたらアプローチ3、ね、本当に正しいアクセントを学ぶ一つの言葉 1>, ね、1週間1つの言葉をかけて、ね、このプラスペリティ プラスペリティみたいに分けて、正しく自分の筋肉のトレーニングしていくっていうのをやった方がいいかもしれないんだよね。Alright, you guys. Thank you so much for checking out this video. 本当にね、みんなにもう海外に行きまくって、海外の友達を、ね、いっぱい作って、仲良くなって、自分の人生を愛と勇気を持って切り開いていってもらいたいので、このビデオを作りました。Thank you so much for checking out this video. I love you so much. And I'll see you next time in Chris's room.